中島美香、羽生結弦から贈られた花に感激、何アナ美香さんぽいと反響。歌手の中島美香が、フィギュアスケート選手の羽生結弦から贈られた花に感激し、その様子をインスタグラムでファンと共有しました。この特別な瞬間について、中島美香のファンと芸能界の注目を浴びた羽生結弦の素敵なジェスチャーについて詳しく探ってみましょう。18日。 中島美香は彼女の公式インスタグラムアカウントを更新し、コンサート会場に届いた羽生譲弦からの花束を公開しました。この投稿に対して、多くのファンからは、南アナ美香さんぽい、素敵ですねといった賞賛の声が寄せられ、その美しい花束に賞賛の嵐となりました。この贈り物は、仙台で開催された中島美香のコンサート会場に羽生譲弦から届いたもので、 そのデザインは一際印象的でした。花束には赤いバラを中心に、紫や黄色の花が美しく束ねられ、スタンドにはジッパーが取り付けられ、さらに小さなチェーンで装飾されており、ロックテイストあふれるデザインが印象的でした。中島美香と羽生結弦は、過去に6月に神戸で行われたアイスショーで共演したことでも知られています。このショーの中で、中島美香は自身が主演を務めた映画、 南話の主題歌である、グラマラススカイを披露し、その歌に合わせて、羽生結弦が表情で華麗なパフォーマンスを披露しました。また、公演の直後には、中島美香が共演した羽生結弦との2ショット写真をインスタグラムで公開し、その進行をファンと共有しています。この進行の深い関係から送られた花について、中島美香はインスタグラムの投稿で、お花ありがとうございます。 細部まで、南亜アポクを人柄が出てる、涙、素敵な方だ、と感激の言葉を綴りました。この投稿に対して、ファンからは、しっかり南亜アのイメージですね、南亜ア美香さんっぽい、お花南亜アっぽくて素敵ですね、といった声が多く寄せられ、中島美嘉と羽生結弦の交流に感動したファンたちからの賞賛が注目されています。この出来事は、中島美嘉と羽生結弦の友情を示す素敵なエピソードとして、 ファンたちの心に残りました。中島美香の音楽と羽生結弦のフィギュアスケートという異なる分野で活躍する二人が共通の趣味や絆を通じて繋がり、その結びつきを花束を通じて表現した瞬間でした。このような芸能界の交流や友情の証として、ファンたちは彼らの素晴らしい瞬間に共感し、その絆を称賛しています。中島美香と羽生結弦の今後の活動にも期待が高まることでしょう。 結論。中島美香と羽生結弦の友情を示す素敵なエピソードが、インスタグラムを通じてファンと共有されました。羽生結弦からの美しい花束は、その絆と信仰を象徴するものとして称賛され、ファンたちは彼らの友情に共感しました。中島美香と羽生結弦の異なる分野での才能が交差し、芸能界における素晴らしい交流と友情の一端を見せてくれたこの瞬間は、 ファンたちにとって忘れられないものとなりました。今後、彼らの活動に対する期待が高まり、彼らの友情がさらに素晴らしい瞬間を生み出すことでしょう。